準備するものがジェノワーズ、これはもうスライスしてあります。これは5号のスライスです。でこれは4号のスライスです。でこれが帯状のジェノワーズです。でこちらがステンレスのちょっとドーム型のボールになります。スライスした生地を入れていきます。ボールの底に密着させてください。で次に帯状に切ったスポンジをその周りに沿うように、霧吹きで、ちょっと湿らせてあげます。焼き面を取っちゃいます。ちょっといいかな。種入りのフランボワーズジャムですね。ペパン入りフランボワーズジャムでこれを絞り入れていきます。生地を入れます。ぴったりだ。また切りを、でまた生、次に2段目のこれを入れていきます。で、L字パレットで鳴らします。で蓋をします。シロップを打って冷蔵庫で少し冷やし固めます。これでひとまず出来上がりになります。はい、はい、では冷蔵庫で冷やしていきます。じゃあ先ほど冷やし固めたやつを型から抜いていきます。入れるかな。はい、ちょっとしっとりさせるためにシロップを、たっぷりめにのせます。でまず粗く全体的に塗っていきます。結構厚めでいいと思います。さらに
パレットナイフをまず中心に当てて、で少し斜めに角度をつけて回転台を回していきます。中心にベッドで、マカロンを。空の星のように天の川、あんまやるとくどいんで、いいのかですかね。天の川7月です。あ、そっか、真夏です。これはフリーズドライのいちごです。で、茶こしに少し乗っけて、上からちょっとこうグラデーションがはっきり出るんで、あんまやると黒いんで、ちょっとスプレーで一吹きみたいなイメージで、こんな感じで。そこは底生地で作った。そこの部分です、はい、いただきます。僕はじゃあ頭の部分の柔らかい方を食べます。時間経ってないから。いいですね。あ、そうですか。いちごより上品に感じる。うん、種がいい。はい、フランボワーズのプチプチ感が、上品な感じが、アラザンがゴリゴリって食べやすいな。いいですね、さっぱり。はい、食べやすいです。サンサンパラフライドチキンを食べた後でもペロッといけば、いけちゃいます。じゃあ今年のクリスマス、ビルソンで買える方は買ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。